ージでプロフェッショナル仕様、特急踊り子ですね、東海道線を特急踊り子で使いますと、185系、どうかな、こんなもんで。でね、エキスが短いんですけど、距離が長いもんだから、またポイントだけ押さえて、見ていくという感じでしょうかね。すごい、停車駅長が。な、停車駅多い。その中でも今回は品川、川崎、横浜を走る。進行に関しては65の制限解除される前に60キロ以上に達しないと思うので、まあないようなもんですよ。フル加速です。進行さあ100キロというところ で制限解除があります。本日は JR 東日本をご利用いただきまして誠にありがとうございます。この電車は特急踊り子111号、伊豆急下田。さあ最高速度が出るかな。120いった。素晴らしい。121進行。よし、助けましょう。助けましょう。進行。アパランカは124。ちょっと脱線じゃん。車内販売ではホットコーヒー、缶ジュース、缶お弁当、地方の名産品などをお持ちいたしまして、皆様のお席へ参ります。ご用がございましたらお気軽にお声をおかけくださいませ。ライオン平塚進行。2キロですね、これね。進行。ちゃんとしてよね。注意信号だ。減速。やばい。減速が間に合いませんでした。出発進行。はい。停車。この時長いですね、これね。これ20秒。20秒。危なかった。どうしたの？危なかった。よしよし、OKOKOK。 で、どこだろう、 4. 何キロ地点かわからん。 4.5 キロ地点で9キロの、ね、こう予告が入って、なんだろう、 4.35 キロ地点で制限90開始まで解除されたらまた進行。ここで最高速度124キロになります。
困るか。さあ席に来た。進行で。まもなく横浜、横浜です。横浜の次は大船に止まります。よし、じゃあ横浜停車。どうなる？どうなる？点回避ですね。ギリギリ。おめでとうございます。開始コアを目指してください。